いちじく農家ののりさんの動画を参考にして、今年の春、エッチ型に仕立てたドーフィンは、最近の気温の低下で実が熟さなくなってきました。そこで今日は鳥よけの網を外してしまいました。まだ赤くなった実がいくつかついていますけど、赤くなって10日経っても柔らかくなりません。これらは収穫して甘露煮にでもしてみようと思います。エッジ型に倒した先端の枝をまた横に倒して収穫できる枝を増やそうと思います。1本を倒して3本立てるつもりです。それと今年17本立てた枝はそれぞれの先端を適当なところで摘心したのですが、摘心するとどんどん脇芽が出てきます。脇芽を摘み取ればまたその下の脇芽が出てきます。そこで来年になったらこの脇芽2本を10センチぐらいに短くして、主枝の先端から20センチぐらいのところで取り木をやってみようと思います。うまく発根できたら鉢植えで中庭に置いて育てるつもりです。今年は予想以上に収穫が多くて、5、60個取れればいいなと思ってたんですが、100個ぐらいの実を取ることができました。あ、こっちの枝も先端を1本倒して収穫できる枝を3本ぐらい立てるつもりです。秋田弁で言うところのよくたかりです。ホイドです。ホイドわらしって言われそうです。おしまい。